マイク・タイソン、アイスクリームを盗む。テニスの全米オープンの会場にあるアイスクリームショップで観戦に来ていたマイク・タイソンが自らの手でアイスをカップにすくい取るとそのまま姿を消してしまうというトラブルが起きました。トラブルじゃねえよ、犯罪だよ。ただフリーザーに勝手に手を突っ込んだタイソンに店員が注意するも、タイソンはアイスクリームがすごく食べたい気分なんだと答え、逆にその店員が同僚からもやめておけよ、相手はあのマイク・タイソンだと止められてしまったそうです。いや怖いからな。タイソンの広報によると、タイソンの広報ってマイクはアイスクリームを持つと娘の元に走って戻っただけです。娘、マイクはその後全米テニス協会のマネージャーに代金を渡しており、アイスクリーム店もそれを受け取っているはずですから解決済みですとコメントしています。解決済みじゃねえか。タイソンはブルックリン育ちで12歳までに51回も逮捕され、超非行少年らが集められているトライオン少年院でボクシングに出会ったと言われています。タイソンってどうなんだろうな俺の中のイメージはタコ八郎さんみたいなイメージなんだけど、タコンですアイス取ったってさちょっと困ったかでな、お金払ったからね。そこまでいきます。タイソンでーそんなことやない。そんなことやないそんな感じじゃないから、もともとそれともおい俺タイソンだっていう方なのか、どっちなんだろう。具志堅さんみたいなパターンもありません。タイソンでたけしさんいやだから面白いね。なんか先週もなんかセレブのなんかあのハリウッドスターがなんか万引き癖がホテルの備品盗むとか言ってたし、ちょっとあれ気をつけてほしいな。切り込むかラジオネームケツダシオフェルト。顔面が暴れているアイドル、暴れるちゃんこと指原莉乃さんが美しくスタイリッシュなヘアスタイルの著名人に贈られるビューティーウィークアワード2016のツヤツヤロング部門を受賞してやがりました。おいおい今年も逃がしたのかよ、ふざけんなよ、今年こそってみんな応援してたのになんだよ指原が受賞って。みんなが認める美しくてスタイリッシュなヘアスタイルのツヤツヤロング部門はどう考えたってロン毛の貴公子山下達郎だろ歌もめちゃめちゃうまいんだぞ。え、山下達郎はチン毛が伸びたような気持ち悪い髪してるからダメ？あいつはロン毛の貴公子じゃなくてチン毛の貴公子？ありゃー、これ失礼しました。サッシーおめでとう一回言いにしろ。新妻ね、フリーズムーン長原、はい、ね、ラジオネーム、はい、新妻さんにはこち亀の87巻、おすすめ、はい、女装のパイオニア月光デカが初登場する回であります。女装デカ新妻さん漢字を移入して読めるかと思う。ああそうだ、あれ面白いんだよな、あのセーラームーンみたいなおじさんが。そう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 、ええー、面白いじゃないですか。ハゲってケツアゴのセーラームーンのおじさんが出てきた。月光デカ、月光デカ87巻メモりました。意外と87巻のそうだな、もっと前かと思ったね。だったらそうだな、いいですよ。ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン。私の周りのりょうさんは今年90歳になった私のおじいちゃん、家にゴキブリが出ると足で踏み潰し、腹綿が出まくったゴキブリを手づかみしながら殺すぞこのドブネズミと言いながら淡々と窓から捨ててます。すごいな、ゴキブリにこのドブネズミこれかっこいいね、かっこいいですね、ね、ハゲてもねえやつになんだこのハゲって言ってるの一緒だからかっこいいです。これあげときましょう。おおめでとうございます。ラジオネーム耐水ペーパー、新垣結衣さんの使った後のティッシュを回収し、それをチップにベーコンを燻製した後ワインと共にいただきたいそんなつかないだろ、匂いが香りが間接的な いい燻製の仕方だな。気持ち的にはいいだろうな、でもな、なるほどね、なんかおしゃれなやつがいるこの子おしゃれであげとこう。ああ、いましたおしゃれおしゃれじゃないラジオネームラッパー崎バチフ。アナルにどんなものでも入れられるという特技を生かしアベンジャーズに入隊することに成功地球に敵が現れて勇敢に戦うアイアンマン、その隣で極太マッキーをアナルに入れる俺、敵をぶん回しパワーを見せるハルク、その隣でアナコンダをアナルに入れる俺敵と戦わずアナルいじりばかりしている俺にスカーレット・ヨハンソンが耳元でShit, you are fucking アナルマンと言って金玉を蹴り上げられて射精したい。壮大ですね。
ベンジャーズよく入ったよ敵を吸うとかなら分かるけどな。なるでね。マジック入れてかっこいい。全員がそのスローモーションとかどういうてか素晴らしいね。まあ上げとくかこれもパン。ラジオのチェーンギャング5。有村架純ちゃんが不注意でポケットから特大バイブを落としてしまった。その光景を見た俺は架純ちゃんに恥をかかせまいと特大バイブをダイビングキャッチし、いっけね、スマホとバイブ間違えて持ってきちゃったとベロを出して照れ笑いする。周りの人がドン引きしている中、かすみちゃんは僕に向かって親指を立て小声でジェントルマン言ってほしい。ジェントルマンだし、あの本当にラジオネームラッパーザキバチョフ。能年レナから改名したのんちゃんが硬い金玉を探してきてスタートからもう最近もうめちゃくちゃ好きですお前は本当に。のんねんレナから改名したのんちゃんが硬い金玉を探しているということを聞いた俺はのんちゃんの前に名乗り出た。するとのんちゃんが、え、だったらその金玉叩かせてみろ、オラが絶対に壊してやると言って、俺の金玉を金属バットで叩いたがびくともしない。日本刀で切ろうとしたがびくともしない。だったら最終兵器の100トンハンマーでおめえの金玉ぶっ壊してやると言って俺の金玉を叩いたが、逆に100トンハンマーがこっぱみじん。のんちゃんはひーこの金玉化け物だ、みんな逃げろと言って腰を抜かして怯えている様を見て勝利を確信し、拳を高く突き上げながら夕日の中消えていきたい。クソバカかよどういうことなの。今日調子いいですよね、ちょっといっぱい出ちゃいますけど。すみませんね。面白い。あんまり出すとな、山川怒っちゃうから。ラジオネームクレイジークレイジー。車を買いに行く俺、担当のお姉さんに説明を受けていると気になるサービスが、あのこのおっぱいバッグって何ですか。あ、それはエアバッグの代わりにおっぱいを設置しまして、おっぱいが衝撃を吸収してくれるっていうサービスです。誰のおっぱいでも取り付け可能ですよ。なるほどね。俺は3時間悩み抜いて新垣結衣さんのおっぱいをつけることにした数日後、納車された車に乗り込み、車がぶつかっても大丈夫そうな崖のあるところへ行くああ、もうすぐガッキーのおっぱいに触れるんだな、楽しみだな。俺は目いっぱいアクセルを踏み、時速120キロで崖に突っ込むショートスと同時にパッとおっぱいバッグが開き、ガッキーのおっぱいが飛び出す。しかし彼女の小さな小さなバストでは衝撃を全く吸収できず、一瞬おっぱいの感触を楽しんだ後、俺は肉片と化したい。もういいかげん言ってくれよ。あ、面白い。エンジェル上げとくか。来た。小説だもんな、もう素晴らしい。短編小説読んでみよう。素晴らしかったラジオのケツダシエッフェルト。俺は今仕事がない、今と言ったが実は働いたことがない。ブクブク太った醜い容姿、42歳役年、働く勇気が出ないのだ。履歴書を手にすると吐き気がするほどのアレルギーで、ボールペンを持つことすらできない。このままじゃダメだ、自分を変えなきゃ。だから俺はピンセットで陰毛を一本一本抜いてった。三日三晩かけ、何百回何千回という痛みを耐え乗り越えた俺はいつしかパイパンになっていた。なんだか少し強くなれた気がした。もっと自信をつけたいと思った俺は風俗へ。白髪で目が細くて小泉純一郎は元総理にそっくりなババアを指名したそいつにグレーのスーツを着せ俺のパイパンに向かってこう言わせたんだ。痛みに耐えてよく頑張った、感動した
俺はあまりの嬉しさに涙を流した。だってあんなに弱かった自分が強さの象徴である横綱貴乃花になれた気がして。いろんな人が出てきちゃった。もう俺は弱い人間じゃない、貴乃花なんだ。そう自分に言い聞かせ、ローションも落とさず履歴書を買いに走った。今までの履歴書アレルギーが嘘のようにペンが進む。学歴詐称、職歴詐称、なんのその希望の職種は憧れのパイロットだ。指名欄にはもちろん俺の本名、パイパンの貴乃花と。履歴書は完成。いや待てよ、資格を書き忘れてるじゃないか。俺の資格は横綱。JAL をご利用の皆さん、私横綱ことパイパン貴乃花が快適な空の旅へお連れします。いやもうやばいな。もう言っちゃいけない言葉言いそうだったもん。こいつそうかよって思ったもん。いやいいしょうがない、エンジン上げとく。今日出るね、よくちょっと。すごい。じゃあいきますね、ラジオネーム、うん、大丈夫を気取ってます。黙れクソブス。ブスではない、綺麗綺麗な男。有吉本当はチンコが小さい、チンコにできたのイボじゃなくて小さすぎる自分のチンコだろう。イボと勘違いしてチンコ取って、有吉今はニューハーフ、昔の夢が叶ったな。仮にチンコがあっても有吉方形、ズル向け嘘つきショーン系、悔しかったら見せてみろ、それができなきゃショーン系。でもチンコ見せたら放送事故だから、有吉は一生単勝方形ショーン系よ。ショーン系。チンポの状態どうなんだっけ、平子は。向こうは、寒い日は噛むろよチンピ。年がら年中ズル向けチンピ。おーい、ウェイヨー。よ、俺は毎日勃起のチンピ。チンピって何なんですか。ずっとあったんですか、チンピって。我ら様々なチンピ。三者三様のチンピ。いろんなのがあるから楽しいチンピ。お前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンピ。よよよ、真由美の前じゃ天でからっきし、ダラダラしなだれただけの有吉のチンピよ。お前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな、俺のチンピ。ウェイよ。いや、うちの嫁は全然受け入れるって、その有吉のチンピ。いつでも来いチンピー、所沢で待ってるぜチンピー。有吉の汚えくせえチンポ、うちの真由美の前で音出してみろ、イン高円寺。怖くなかったら来てみやがれ。阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピーを触らせてやるぜ。同じチンピーなら触らなきゃ損損。おめえの汚えチンピーなんか埼玉になんか入れてやんねえぜ。阿波踊りの最中うちの嫁にチンピー触らしてみろ、きっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが、腐れ有吉のチンピー。高円寺のな、阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い、全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピーだな。お前の嫁さんな、昇天させてやるぜチンピ。よよ、天狗の花ぐらいの極太と極長でもうちの前見受け入れるぐらいの強要性持ってるぜ。いいか、あのな、俺のな、俺の昔住んでた豪徳寺公園、いっぱい1万匹以上のな、1万匹以上のな、招き猫がな、お前のな、お前の嫁さんのな、あそこをな、招きしてやるぜ。何言ったんだよ、ラップ。ラップ。ありがとうありがとうありがとうな、いつも本当にありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、いつも応援ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、ストップ、そのラーメン、ありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、ラーメン禁止、禁止ラーメン、禁止禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止禁止ラーメン、そのラーメン、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 
ダイエットソングみたいな。ストップ、そのラーメン。